モデルプレスイコール2023年6月20日、フィギュアスケーターの高橋大輔、だか、は正式には、はしごだか、が、6月19日放送の日本テレビ系バラエティ番組、しゃべくりセブン、毎週月曜日夜9時、に出演。フィギュアスケートアイスダンスでペアを組んでいた村本かなに高橋が謝罪する場面があった。写真、花束抱える。 現役引退を発表した高橋大輔村本かな、高橋大輔が明かすフィギュアスケート界の知られざるルール5月1日に引退を発表した2人は、現役時代を想起させるキレのあるダンスで登場。一度、シングルで引退した高橋はアイスダンスで2度目の引退となるため、2回目の引退は、現役に戻れないんですよ。1回だけ戻れる、という知られざるルールを告白。また、 アイスダンスは二人の距離が近いことになれず、初めて組んだ時は顔を避けてしまうくらいだったと語った。高橋大輔自身を、最低、と語る信じられないエピソードとは高橋は長年お世話になったコーチにも引退報告をするのを忘れていたくらい、大事なことを忘れてしまうタイプなのだという。村本も思い当たるエピソードがあると、姉が、と語り出すと高橋は、ああ、と叫び顔を覆いうろたえた様子に。 実は高橋は村本の姉の結婚式に呼ばれたものの、そのことを忘れ、結婚式を自分では気がつかないままに欠席。ところが結婚式翌日に村本の姉とスケートリンクで会い、何事もなかったように挨拶をする高橋に、村本の姉から、結婚式、と告げられるなんとも恥ずかしい事態になったのだという。その際は、ああ、と叫び声を上げて、土下座もしたと告白した。 結婚式を忘れることを、実は2回目なんです、とまさかの告白もした高橋は、1回目、小田、信成、君でやってるんです、と申し訳なさそうにとろ。結婚式を、忘れちゃってて、後日小田本人からの連絡で気づき、ごめん、と謝罪したのだそう。大切なことを忘れてしまう自分を、本当最低なんです、と表現し、もう俺、結婚式絶対行かない、と口にした高橋。 スタジオには村本の姉と夫が来ており、申し訳なさに高橋はしんしんと何度も土下座をしていた。